地球に近づく異星の天体。太陽系の外側、遥かなる銀河の果てからやってきた史上3例目の恒星間天体、3i アトラスです。太陽系を横断中のこの天体は、2025年12月19日、地球に最接近する予定です。3i アトラスの観測が進むにつれ、これまでの常識を覆す異常性が次々と明らかになっていきました。姿も、軌道も、そして性質さえも、何かがおかしい。人類は今、この天体を固唾を飲んで見つめています。オームアムアでもオリソフでもない、宇宙からの第三の来訪者。3i アトラスが語るのは、宇宙の未知か、それとも意図なのか。今回は、人類の理解を覆す、3i アトラスの異常性に迫る冒険へ、皆様をお連れいたします。3i アトラスを覗き込むたび、私たちは宇宙の常識を失っていきます。太陽系の彗星たちとは根本から違う。まるで別の宇宙の法則に従っているかのようです。ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡が捉えた驚くべき科学組成の痕跡。3i アトラスには二酸化炭素が異常なほど多く、水がほとんど存在しないのです。太陽系のどの彗星にも見られない冷たすぎるサイン。二酸化炭素が氷として安定するのはマイナス200度以下というごく低温の世界。つまり 3i アトラスは太陽系の外縁を包み込むオールトの雲よりもさらに外側、光すら届かぬ場所で形成されたと考えられます。そして、もう一つ。この天体には、通常の彗星では形質がほとんど不可能な、ニッケルカスが豊富に含まれていました。にもかかわらず、鉄は極端に少ない。これまでの天体物理学の常識では、ニッケルと鉄はほぼ同じ比率で存在するはず。その常識が覆されたのです。3i アトラスは一体どんな環境で生まれたのか。恒星の光に一度もさらされぬまま、極寒の世界でゆっくりと凍りついたのか。あるいは別の恒星系の崩壊の痕跡なのか。 3i アトラスは静かに太陽系を横切りながら、その異質な化学組成の痕跡を私たちに見せつけてきます。宇宙の創造がいかに多様で、いかに理解を拒む存在であるかを語る証人なのです。宇宙の深い闇を漂っていた眠れる彗星が、太陽の光を受けて目を覚ます。3i アトラスは、まるで命を得たかのように、その色を変えたのです。発見当初、3i アトラスのコマは、赤みを帯びた色をしていました。表面を覆う古い塵や有機物により、コマは赤くなります。太陽の光がほとんど届かない極寒の宇宙で何百万年も冷え切っていた証拠です。しかし、太陽へと近づくにつれて、3i アトラスは静かに変化を始めます。内部に閉じ込められていた氷が熱によって溶け出し、
ガスや塵を勢いよく吹き出すようになるのです。すると駒の色は次第に赤から緑へと変化していきました。緑色の正体はシアン化物と呼ばれる物質です。太陽の紫外線によって水星内部の化合物が分解されるとシアン化物が発生します。これが緑色の光を放つので、私たちの目には水星が緑に光って見えるのです。言い換えれば、この色の変化は水星が活動を始めた証。太陽の熱により内部の氷が溶け、ガスが吹き出し、閉ざされていた内部の層が初めて宇宙にさらされたのです。この変化は科学的にも非常に重要です。赤い時期には古い外殻を、緑へ変わると新鮮な内部物質を見ることができます。スリアヤトラスの色の移り変わりを追うことで、この天体がどんな星の下で生まれ、どんな成分を持っているかを知ることができるのです。スリアヤトラスは今、太陽の熱で目を覚まし、自らの正体を少しずつ明かし始めています。赤は眠り、緑は目覚め。その色の変化こそ、異星の彗星が生きていることを物語る静かな宇宙の鼓動なのです。彗星の尾は太陽とは逆方向に伸びる。それが宇宙の常識でした。しかしスリアヤトラスはその常識を真っ向から裏切ったのです。観測画像に映し出されたその姿は、なんと尾が太陽に向かって伸びていたのです。この現象はアンチテールと呼ばれています。通常、彗星の尾は太陽風や放射圧によって常に太陽の反対側に吹き流されるはず。それなのに太陽へ逆らう尾を持つ彗星は宇宙のルールに背を向けた異端児のようです。この現象には物理学的に極めて特異な真実が隠されていました。スリアヤトラスが放出する塵の粒子は異様に重い。通常の彗星では太陽の放射圧に押し流される微細なダストが尾を形作ります。けれど、この天体から放たれた塵は砂利のように大きく密度の高い粒子だったのです。太陽風に流されず放射圧にも負けない。重力に従って軌道上にとどまるその塵は、彗星が太陽を睨み返しているかのような姿を作り出しました。それを地球から見ると、尾が太陽に向かって逆行しているかのように見える。この奇妙な錯覚こそが、アンチテールの正体だったのです。しかし、ここに重大な問いが残ります。スリアヤトラスにはなぜそんなにも重い塵が存在するのか。どんな極限環境が太陽の力に抗うような物質を作り出したのか。もしかするとこの天体は通常の彗星とは全く異なる物質進化の系譜をたどっているのかもしれない。太陽に逆らい放射圧に抗うを。スリアヤトラスは自らの存在を示すために宇宙の法則に挑戦を突きつけているかのようです。宇宙の深淵から放たれた一筋の矢。太陽系をかすめ
二度と戻ることのない永遠の旅人。スリーエアトラスの軌道は円でも楕円でもありません。私たちの知る彗星が太陽の重力にとらわれ静かに公転を繰り返すのとは全く異なる双極星の軌道。一度きりの訪問であることを意味します。軌道計算の結果、この天体は秒速およそ 58km という驚異的な速度で太陽系を通過していることが判明しました。地球の公転速度をはるかに上回り、過去に発見されたオウムアムアやボリソフさえも凌駕する史上最速の恒星間天体です。この速度では太陽系の重力など容易に振り切ります。科学者たちは計算結果を前に一つの結論にたどり着きました。スリーアイアトラスは銀河を横断する放浪者。数百万年あるいは数十億年もの時をかけて星々の間を漂い無数の恒星系をすり抜けてきたと考えられます。その表面に刻まれた氷と塵はもはや一つの星の記憶ではなく宇宙の履歴書。時空を超え重力の檻を破り宇宙のどこからか放たれた時の断片なのです。スリーアイアトラスは過去を背負い未来へと向かう証人。この瞬間私たちはその姿を見上げながら宇宙の流れを目撃しているのです。2025年10月3日、スリーアイアトラスは火星にわずか3000万キロメートルの距離まで接近しました。この希少な瞬間を逃すまいと ESA のマーズエクスプレス、トレースガスオービター、そして NASA のマーズリコネッサンスオービターらが一斉に観測データを収集しました。そして10月29日、スリーアイアトラスは太陽へ最接近。さらに11月には地球と金星の軌道の間にある太陽周回軌道上を飛行中のESAの木星表衛星探査機ジュースがこの天体を観測。順次観測データが地球へと届き解析されるでしょう。その中にはまたしても私たちの常識を覆す異常が隠されているかもしれません。スリーアイアトラスは何を語るのか。宇宙はまた一つ私たちに問いを投げかけたのです。その問いにどう向き合うか、それこそが人類の次なる挑戦なのです。今回の冒険はここまで。また次の冒険でお会いしましょう。